皆さんおはようございます。2022年8月27日衆議院議員の原口勝弘です。朝のご挨拶 A です。今日はですね、久々に八幡様まで行きます。ちょっとまだねじれてとかをやると危ないんで、念のためにコルセットもう一回やって行ってます。東京での暮らしはですね、まあ、結構過酷で、おはようございます。時間がないもんで、コンビニで買ったサラダとかですね、パンとかで済ますというのは少なくないですね。でもそれだと栄養的にも、それから気持ちもね、その奮い立ってきませんね。で、4日前でしたか、息子が来てくれて、冷蔵庫に何も入ってないんで、吉池さんに飛んでって鶏野菜鍋を作ってくれたんですね。で、3日間それを食べ続けたわけです。で、1日目はご飯を炊いて、それから2日目はうどんにしなって言ってたから、うどんを入れてですね。で、3日目は炊いたご飯を残ったのを冷凍にしといてですね、即解凍して雑炊にして、で、それでも一人だと鍋余りますから、余った鍋をジップロップに入れて冷凍して冷蔵庫に入れてあります。で、何を言いたいかというと、その人がこう手助けしてくれると、最初の一歩ですね、今回の場合は料理なんですけど、もともと料理をしますから。でも、もういいや、もうめんどくさい、くたびれてるしって思ってると、まあ、つい屋敷に流れてしまう。で、それをその息子が来て、こんなに簡単にできるよって、まあそれは頭では分かってますもんね、分かってるけどやらない。でも、それをこう助走をつけてくれると、まあ4日間、3日半ですね、いい食事が取れました。バランスが取れて、鶏肉ともうたくさんの野菜ですし、ほとんど塩分も取らないでですね、やっていけるんだなっていうの、すごくありがたかったですね。ここもう2ヶ月半ぶりぐらいですかね、1回来たか、退院した後。いつもここで声をかけてくださる山崎さんがね、亡くなってて、私が入院してる時、ちょっとつらかった。で、昨日はですね、学生インターンの皆さんとちょっとレクチャーの合間に、彼ら彼女らがどんなことやってるか、それからどんな学びをやってるか、で、どんなテーマに関心を持って勉強してるかっていうのを聞いたんですね。3人とも本当すっごく立派に答えてくれて、嬉しかったですね。こういう学生インターンの皆さん、毎年そうですね、
5人から15人っていう時もありますけど、今は結構多いんですよね。五郎さん、おはようございます。八幡様、おはようございます。我が十二東、古門ですね。こんなに近いのに来れなかったんですね。すっごく素直で頑張る子らで、平成の大改修とかもう平成過ぎてますね。令和ですもんね。本当にありがとうございます。で、佐賀でもですね、あのインターンの子を募集してます。で、担当教授の推薦状、それから、まあ、講演会とかそういう役員の皆さんの推薦状があれば、実はやっぱりこういろんなあの機微な情報に触れますから、誰でもっていうわけにはいかないんですが、あのみんなよく勉強して育ててくれるんで、どうぞアクセスしてみてください。すっごく勉強になります。やっぱりね、あの情報がすごく集まってるし、僕らはあのテーマを持ってやってますから、みんなあの事務所に来られる人たちは生き生きとして、何か公からあの自分の欲得で持ってこうっていう人は一人もいませんから、あの卒業後もですね、いいネットワークになってみんな活躍してますよ。まあ、もちろん政治の世界に来て町長になったりとか議員になったりとか市長になったりとか、そういう子もいるんですけど、太郎さん、おはようございます。ご無沙汰です。胸骨を折ってて2ヶ月間あんまり来ないった元気やったですか。なんか余計元気になってるっぽいですね、太郎さん。太郎さんは楠木400年以上、佐賀の県木が楠木なんですね。私たち南のつくあれが多いんですね。楠木正成、南高義斎同盟、楠木公の義斎同盟というんですね。それがあの明治維新の原動力になった。皆さん、あの長州の松下村塾についてはよくご存知だと思いますが、佐賀の南高義斎同盟、佐賀の人でも知らない人がいるんですね。で、それは歴史から消されてるんですよ。薩長の藩閥政府になるところで、佐賀では佐賀の駅って言うんですけど、佐賀の乱って言っちゃダメですよ。乱っていうのは反乱軍っていう意味ですから、佐賀の駅っていうのが起きて、江藤公はじめ大切なそれこそ礎の人たちが殺害されたんですね。田野さん元気だったですね。おいは昨日は本当になんとかな、まあ、そういう希望の多い日やったけど、片っぽでちょっと朝からこの言葉はいかんけど、まあ、あり地獄に入ったようなそういう錯覚を得ましたばい。あり地獄じゃなくて、ツイッターにはなんとか壺って書いてるけど、単壺ね。おいはふっとする気、単壺の中でええどっちゃなかろうか。同じことをずっとこの四半世紀自民党出た後やってきたんじゃないかって、またここに戻ったかって、すっごい絶望を昨日感じたんですよね。でもね、その単壺が嫌でそこを放棄して逃げていけば、隣に大切な同志たちの顔があって、ああこの人たちも置いていくことになるんだと。逆に置いてって、あの単壺から逃げ出すっていうのはある意味簡単なことかもわからんけど、それじゃダメだと。単壺を掃除して
あるいは壺があるんだったらそれを割って外に出らんといかんと思いました。で佐賀に帰ってきて、あの遅い便だったけど、そのこの豊かな大地と温かい皆さんの顔を見たら、ああやっぱり天に恵まれてる、人に恵まれてる、天に助けられてるってそう思い直しました。まあ単壺の現実は変わらんと思うけども、そんなにすぐは。だけどいつも言ってるみたいに、夜明け前が一番暗いから、暗さを嘆くんじゃなくて、嘆く暇があるんだったら努力を倍化させようって、そんな思いになったね。太郎さん、間違えやろうか。確かにね、あの いろんなことを助ける人は自分がその中の渦の中にはいないんですよね。いたら巻き込まれますからね。いや、かなりちょっと巻き込まれてる感があるなっていうか、自分でそれを作ってきた感がある。だからちょっと少し静かに外から見る時間と、それからあの共に努力を倍化さそうと。亀井大臣があの本の中で私について言ってくれてるけど、もう一皮むけると、むけ方が足らんのよな多分。ちょっと亀井大臣に会いに行って、どうやったら皮をむけられるか小沢の親父にも聞いてみよう。肝心なところで決断してこなかった。ちょうど12年前に総理になってくれって言われた時に、あと1日にの郵政民営化の法案にこだわって断った。あそこから歯車が壊れてる。僕を恨んでる人もいるもんな。あの時にお前が決断しなかったから民主党はバラバラになったって。まあでも時間の軸は戻せんけんね。今さら言ってもせんないことで、今あの時の自分に言うんだったら、それはもうそんな約束は保護にされるから信じちゃいかんって言うよね。わからんもんな。おはようございます。山崎さん、おらんな、ね、この春にさくらんぼくれたのにね。春樹さんのところおばちゃん元気になったんかいな。みんな置いてかんでくれよな。いや今日はいい天気ですね。手合わせていこう。ねえ、このさくらんぼくれたんですよ。優しい人やったな。今年は誰がくれるとか、来年は。山崎さん、ありがとう。
さて今日はですね、鳥栖まで行きます、まあ、鳥栖のいろんなことをちょっとさばかなきゃいけないものがあって、それから代表代行にお礼を言いに、もう代表代行も92ですからね、ご子息もうすごい方ですもんね。あのご自身国体の選手で、ついこの間まで鳥栖の陸連の会長されててですね、鳥栖はいろんなのが強いんですよね。もう皆さん有名なところだとサガン鳥栖ですね。サガン鳥栖は代表の盟友の山下市長が自分ご自身の資材まで投入して支えてこられたところなんですね。ユースもう日本一ですもんね。 J1 のあのチームももう本当に優勝を狙える、そういう力がありますね。まあでも本当スポンサーも随分変わって、あの大丈夫なのかなって昨日ある議員と話をしてましたけど、私の同級生もちょっと一生懸命支えてくれたんですよね。おお、加工こけおったか、加工カーボンあれすごくあの人懐っこいカラスなんですよね。声でわかるんで姿とちょっと他のカラスと違って、あのずんぐりしてるんですよね。彼女見つけたはずなのに今日は1話でしたね。でその代行がですね、争いを収めてくださって、やっぱさすがですね、すごい。私が言ってることも時々後ろからのそれはいかんって言われてですね、そんなあの生ぬるいことやっとったらいきませんって言われるんですよね。ちょうど自民党を出る頃に理想の政治を代行にあの言いに行ったら、あんたが言いたいことは分かってると、でもそこから出てきてもらえばいいんじゃないと、その中におって何がでくっかって言われたんですよね。今でも覚えてます。これは観光じゃないですね、細いです。あら、カーコじゃないよね。戻ってきました。あら、あの声は結構してって、あら、鼻のあれが取れてますね。これも一生懸命草を取って、それでポーチラカを植えたんですけどね。あら、全部バラの名札が取れてる。なんねこれ、これダブルノックアウト。他のがわからん。これもダブルノックアウト。いやー、これは
これ何ですか。ローズポンパドール、ポンパドール、あれは何ですか。クロードモネ。ああ、由緒正しきバラが、あ、多分あれはあれだ、宴だ、宴。あら、ちょっとこれ全部取れとやんねん。こっちはめげてまだ草むしりができてません。あっちゃー、ここまでやったのにまた草が生えてる。すごい雨が降ったんです。そうです、そうです、降ったんですよ。あれ、これも取れてる。これはあれですもんね、あの姫野農園から来たやつ、あ、なんですよね。これはすごい。あ、いた、花柄を。やっぱり誰も、もう山ちゃん上から水かけるのやめてほしい。あれになってる、あの水道水を上からかけるとこうやって黒点病になる。あら、ちょっとこれ大事にしてる、なんだっけ、クローネンブルグじゃない、え、なんだっけ、クローネンブルグですね。あら、4日間、うわ、これもだ、上から水ばかくになって、これはいかんです。ちょっとこれなんや、なんとかロンサール、ピエールとロンサールだ。これピエールじゃない。いやー、これは何ですか。もう忘れるよ。え、プレシャスプラチナム、プレシャスプラチナム。あ、これはいかん。こっちのバラはやばい。やっやっぱりおらんとこうなる。まあでもこっちにねずっといるわけいかんですもんね。ちょっとチェックして、ここは昨日チェックして、これももうドンファンもひどかったんですけど、だいぶ取ったんですよね。これもね、上からかけられるとバラ絶対ダメですね。綺麗でしょ。ありがとうございます。これでもせっかく、ああ、こっちのドンファンはちょっと花が過ぎて、ドンファン一望で、もうこんな地中に埋めたんですよね。あの小さい苗としての弱いもの。やっぱりドンファン強いですね、ドンファン。でもバラってやっぱり太陽なんですよね。あっちのドンファン5号はこのでっかい木にの下だから、これとか1号とか3号とかに比べたら弱いです。あら、あ、やばい、これ枯れかけてる。いや大丈夫か、まだ大丈夫なのもある。いやいや、これかん。あ、こっちはカミキリムシにやられてる。いや、そうなんですね、花もね。いや、これでもあれにやられてる、本当に、あの水道水に。
蛇おるなよな。こっちは水がかかってないですね。うん、かけられてなかったから逆に良かった。あんや、これはちょっと全部チェックをしてみて。今日の応援団、トンボさんですね。鬼山さん。あんちゃん、すっごい。やっぱり1週間いないとこんなですね。そう、秋の気配、秋の虫の声がしますよね。うわ、これはすごい。これはなんだっけ、ジュネコッペと、これはノスタルジー。すごいノスタルジー。あとこれは何だっけ。あ、でも本当、あ、ハッピネス、ハッピネス。うわー、この間草むしったばっかなのに。ヘビおるな。いやー、もうちょっとこれやっぱり庭師さんお願いせんと無理。ほら、あら、宴が少林ですね。もっとでかいですもんね、いつもこの子は。夏でやっぱり辛いんですね。涙が出るごとく、あら、こっちはトンガラシとトマトが白爪草に覆われてる。これまあ白爪草を植えてるとしたらすごく立派な畑でしょうけど、違いますもんね。うわ、これはもうちょっといかん。もう庭師さん頼むばい。もうまたこれ、あっ、バラに引っかかって行くなって言ってんでしょうね。じゃあ皆さん、最後はやっぱり一番綺麗なのはドンファンかな。うわー、このミニバラ頑張ったね君。すっごい。まあでもこれも上からかけられてあれになってる。一瞬ですね。あの、一生懸命こうやってても、あの、悪くなるのは一瞬、良くするのはすごい時間かかる。コウコさん、そうですね、淡いピンク綺麗ですね、ありがとうございます。コウコさん、そう、黒点病になってるんですよ。あの水道水をね、ものすごい勢いでかけてるんですよ。こがやってかけたろって言ったら一瞬なんか違うと思う言いそうだったけど、スタッフに頼んでったんですね。水だけかけてねって。でも、もう、ものすごい勢いで、あの、ストレートってやつですね。この、これの、これで、やってるから。まあでも、死にゃせんので、次から。じゃあ、どうぞ、良い一日を。そう、根元にかけなきゃいけないんです。優しくね、葉っぱとかにかけると、要はそこにいるウイルスをこう拡散させてしまうことになるんですよ。これですね、これ。
で、ね、これ取ったやつも根元に置いちゃダメなんですよね。いやこれはちょっと薬だ。じゃあ皆さんどうぞ良い一日を。トスの皆さん待っといてください、今日行きますよ。じゃあ、あ、そうか、最後はドンファンだったんだ。あの朝顔はなんとかせんとって言ってもうあくまで行きましたね。じゃあ良い一日を。入院中の皆さんもね、どうぞ心を折らないでしなやかに一日を。じゃあごきげんよう。ありがとうございます、栄養さん。皆さんありがとうございます。